か3本ぐらいで、はい、で腰が痛くなるからちょっとこう伸びたりして、はい、すごい太ももの後ろに効きます、うん、効きます、はい、まあ明日歩けなくなる。明日も司会だって。明日ね、ディーラーの方です。確かにこれはすごい労働だ。一つ一つ植えるのがやっぱり。あとね、機械使わないからね、周りのね、鳥の声だったりとかさ、カエルの声とかああいうのが聞こえてくるんよ。最高ですね。それはね、確かに。こういうのをこう嬉しいなって思うのがなんか、ああ富山っ子だなというか、なんか自然好きなんだなってよく思います。田植えだ、思い出したね、田植えね、一回やりましたね、私ね、うん、会社の屋上でプランターに埋めて、はい、それこそまだケーブルテレビ時代ですけど。はい、もらってきてやったんですけど、うん、途中まで順調だったんですが、で脱穀して、うん、まあ、干してたわけですね、うん、で見に行ったら、うん、屋上じゃないですか、うん、鳥が全部食べちゃって、もみ殻カスカスのものだけ残ってたっていう大惨事だったんで、植えた米を食べることなく。秋には植えた米が食べられますよ。感動するのか、なんか普通と一緒だよねみたいな。僕自分で植えた米初めて食べた時、なんか普通の米だし、ご飯みたいな。なんかあんまりこう僕はなかったんだけど、そんなこと言うとダメだよ。感動とか言わなきゃいけない。ご飯好評だったよね。すっごい美味しかったです。はい。美味しかった。まあほとんど他の2人が食べてるんですけどね。そうですよね。まあね。私最後お茶碗一杯なかったんですけど、噛み締めました。なるほど。はい。こうついたらダメだ。これは。疲れたら休んでください。はい。ガンガン働くというよりは、自分のペースで楽に楽しくない。楽しみながら。まだ楽しいです。